武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は昭和大学の数学の勉強について話していきたいと思います。数学ですが、時間が英語とセットで120分という形式となっています。で、大問は5題で、まあ、保健医療の、看護と作業療法に関しては数学は 1A まで、という形になって、おります。で、歯学部、薬学部と保健医療の理学療法、こちらは 2B までですね。で、大問の、3までが共通、4、5が、その 2B が入る、歯学部、薬学部、保健医療、そして、大問6、7が、1A、だけの保健医療、の、まあ、看護と作業療法という形、が解く形となっています。で、問題の難易度に関してですが、まあ、大問どちらも5つ、なんですが、まあ、大問の最初の方の問題は基本的に簡単ですね。で、小問集合、が、2題、出るような形となっていますが、まあ、どれも本当に基礎問題成功や本当に教科書の例題、章末問題程度の問題内容なので、基礎ができていれば解ける。ただ、大問の最後の方になると結構難易度高い問題が出てくるので、まあ、完答するのであればマーチレベルまでやっておいた方がいいかと思います。まあ、解ける問題だけ解く程度であれば日大レベルでも十分対応できるかなといった難易度ですね。で、まあ、答えだけ、答えればいい問題、で、まあ、記述が、あるわけではないので、まあ、とりあえず計算ミスをしないよう、計算力を上げておくことと全範囲をまんべんなくやっておくこと、こちらを意識して、学習するように心がけてください。以上が数学の勉強となります。